武道園の小作人、ヤンジャース・スイーリンク・オクトーバー武道園と農夫の、たとえは、新約聖書のマタイによる、福音書とマルコによる、福音書とルカによる、福音書に登場する、イエス・キリストが語った神の国に関するたとえ話で、ある。また悪い、古作人のたとえ、悪い農夫のたとえとも呼ばれる。イエスは周りにいる群衆と神殿の祭司長、長老たちを前にして、 次の例え話を語った。一人の家の主人が旅に出かけた。どう園を残していった。それを農夫たちに貸して、彼らを信頼してその働きに委ねた。収穫の時期が来て、主人は下辺たちを送って、利益の中から主人の取り分を取り立てさせた。ところが、農夫たちは主人の下辺たちを袋叩きにして、ある者は殺してしまった。主人は再び、 しもべたちを送ったが、農夫たちは同じ目に合わせた。そこで最後に、主人は自分の息子を送った。農夫たちはこれは後取りが殺して、相続財産を我々のものにしようと相談し、彼を武道園の外に放り出して殺してしまった。イエスは、最市長や長老たちに、武道園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうかと尋ねた。帰ってきた主人は、 悪い農夫たちをひどい目に合わせて殺し、収穫をきちんと収める他の農夫たちに、どう園を任せるに違いないと彼らは答えた。するとイエスは、だから、神の国はあなた方から取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられると言った。21時33分もう一つの例えを聞きなさい。あるところに、一人の家の主人がいたが、どう園を作り、柿を巡らし、 その中に酒舟の穴を掘り、矢倉を立て、それを農夫たちに貸して、旅に出かけた。21時34分収穫の季節が来たので、その分け前を受け取ろうとして、僕たちを農夫のところへ送った。21時35分すると、農夫たちは、その僕たちを捕まえて、一人を袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で打ち殺した。十一時十六分また別に、 前よりも多くの僕たちを送ったが、彼らをも同じようにあしらった。二十一時三十七分しかし、最後に私の子は敬ってくれるだろうと思って、主人はその子を彼らのところに使わした。二十一時三十八分すると農夫たちは、その子を見て、互いに言った。あれは後取りだ。さあ、これを殺して、その財産を手に入れよう。二十一時三十九分そして、 彼を捕まえて、武道園の外に引き出して殺した。21時40分この武道園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。21時41分彼らはイエスに言った悪人どもを皆殺しにして、季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに、その武道園を貸し与えるでしょう。21時42分イエスは彼らに言われた、あなた方は、 聖書でまだ読んだことがないのか、家作りらの捨てた石が、墨の頭石になった。これは、主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。21時43分それだから、あなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて、お国にふさわしい身を結ぶような違法人に与えられるで、あろう。21時44分またその石の上に落ちる者は、打ち砕かれ。 それが誰かの上に落ちかかるなら、その人は、粉みじ人にされるであろう。21時45分、祭司長たちやパリサイ人たちが、この例えを聞いたとき、自分たちのことを指して言っておられることを悟ったので、21時46分、イエスを捉えようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。マタイによる、福音書十一時十三分十六。 交互約聖書イエスがこの例え話を語ったのはエルサレム入場後のことだった。イエスは神殿の境内に入って人々に教えていた。そこに祭司長や長老たちが近寄ってきて何の権威でこのようなことをしているのかと質問した。イエスは答えた。では私も一つ尋ねる。あなたたちが答えたら私も答えよう。ヨハネの先例は天からのものかそれとも 人からのものか。彼らは論じあったが、群衆を恐れて、わからないと答えた。イエスは言った、それなら、何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまいと。イエスの周囲にいる群衆は、ヨハネによる悔やらためを促す洗礼を、天からのものとして受け入れ、ヨハネを神の預言者として認めていたが、最司長や長老たちはヨハネを預言者と認めていなかった。 そのような状況の中で、イエスと最主長たちとの間で神から与えられた権威をめぐって緊張感が高まっており、エルサレム神殿においての祭司長たちの権威とイエスの権威のどちらに正当性があるかが問題となっていた。そして、この例え話が語られた。例え話に登場するブドウ園を作った主人は神を表し、ブドウ園は救いの土地イスラエルとそのとエルサレムを表している。 武道園を任された農夫たちは、ユダヤ人権力者、祭司長、長老、ファリサイ派の人たちを意味している。そして主人が送ったしもべたちは、イスラエルの預言者たちを表し、主人の息子はイエス自身を表している。そして、この例え話によってイエスは、神の子である自分の正当性を主張し、エルサレムは、ユダヤ人権力者や、祭司長たちから取り上げられ、 神の国の到来はイスラエルだけのものではなく、それにふさわしい身を結ぶ、民族、違法人たちにも与えられることを告げている。21章42節でイエスは、紙編第118編からの引用を示し、自らの正当性を主張している。ここに語られている、家を建てる者の捨てたいは、イエス自身を表している。 この捨てられた石が炭の親石すなわち中心的な土台となる。神の武道園再建の土台になり、新しい実を結ぶ神の民が作り直されることを意味している。一見敗北者のように殺されてゆくイエスは殺されることで自分の権威を貫く。こうして愛によって世界を支配し世界を所有する道を貫いた。これがイエスの この後数日後に起こった十字架の死の意味であることを、この例え話は示している。ありがとうございます。